はい、それでは、リップスティックメンソレータムですね、これを使って作業をします。これをですね、首のこう筆でこう取りましてですね、こっち側に塗るんですね。筆で取って塗ると、しっかり中まで塗っておきます。こうやっておくとパテがひっつきませんのでね。それではパテを使います。パテは、速乾性、比較的早くね乾燥するタイプの、エポキシパテを使います。僕はいつもこういう風にタッパに入れております。こうですね、牛乳パックの、これは牛乳パックのね、で作った紙パレットの上で、練ります。これでもかなり多いのでさらに少なくします。こんな感じですかね。もうこのくらいの分量で、これでもまだ多いかなと思いますけれどもね、やってみたいと思います。でこれでですね、塗料皿にお水ですね、水を入れておきます。もう少量で十分です。でこういうちょっと手をつけて、ねちゃねちゃ手につかないようにした状態で練ります。そしたらこのパテをですね、ここにひっつけるんですけれども、ここが今ツルツルで、この状態だと多分剥がれやすいので、ちょっと傷とかをつけておきます。でつけます。こんな感じですね。でまだついてませんので、爪楊枝でぐっと押し付けておきます。こんな感じで首を作りますね。そしたらこれをここに持ってきて、メンソレータムをここに今塗ってますよね、そこにこう差し込みます。でギュッと塗ります。はみ出しますね。このままでいいです。このままはみ出したままでいいです。で、任意の角度に持っていきます。自分がしたい角度を決めて、でこのまま乾燥を待ちます。乾燥したらポコッと外れますんで、削っていくという感じですね。はい、では固まりましたので外します。こうですね、ここにメンソレータムを塗ってますんでね、こういう風に綺麗に剥がれてくれます。そしたら、こちらの方を加工していきます。